ロ野球のみならず野球の醍醐味、そして一振りで試合を決め観客の視線を独り占めにできるもの、それがホームランです。プロ野球の歴史の中で幾多のホームランバッターがいますが、その中で今回はホームラン率トップ10を発表します。ホームラン率は1本のホームランに要する打席数を示し、今回のランキングでは通算250本以上のホームランを放った打者かつ2020年までの成績をもとに、そして外国人選手は日本の成績のみで算出していきます。それでは早速10位から第10位大鵬康明、ホームラン率 14.79。 王貞治の一本足打法に憧れこの打法に挑戦するも成功したケースは皆無に近い。それほど習得が難しい打法で日本通算277本塁打をマークした左の長距離砲。プロ野球では14シーズン戦いましたが、そのうち規定打席に達したのは5シーズンだけ。その中で1994年にホームラン王を獲得するなど、少ない打席でもホームランを量産しました。続いて第9位、長池敦史、ホームラン率 14.41。左肩に顎を乗せるような独特の構えから鋭い当たりを連発し、阪急の黄金期を支えた強打者。また高度な内角打ちでチームの4番に座り、ホームラン王を3度受賞しました。続いて第8位、中村剛也、ホームラン率 14.12。 現役トップのホームラン数を誇る強打者。そんなアーティストの圧巻だったのが2011年シーズン。統一球の影響でホームランの数が減少する中で自己最多タイの48本塁打を記録。また日本プロ野球史上最多の21本の満塁ホームランを記録するなど、満塁男として活躍を続けています。続いて第7位、松井秀喜、ホームラン率 13.77。 ルーキーイヤーから11本のホームランを放ち、1998年は34本、2000年は42本、日本最終年となった2002年は50本のホームランを記録し、ホームラン王のタイトルを獲得しました。メジャー時代を含めた通算のホームラン率は 17.77 ということで、メジャーリーグでのホームランを打つことの難しさがうかがえますが、日本を代表するホームランバッターであることに違いはありません。続いて第6位、タフィーローズ、ホームラン率 13.52。 メジャーでは開幕戦で3打席連続ホームランを放つも、メジャー通算ではホームラン13本に終わり来日。そして日本では1年目の1996年に27本のホームランを放つと、2001年に55本塁打を記録。結局日本では13年プレーしましたが、全シーズン20本以上のホームランを打ち、ホームラン王を4度受賞しました。続いて第5位、アレックス・カブレラ、ホームラン率 12.63。 来日1年目から49本のホームランを記録し、2年目に55本、3年目に50本と3年間で154発と異次元の記録。また2005年には天井直撃の推定180メートル弾を放つなど、日本のファンの記憶に残る一発を多く放ちました。続いて第4位、ウラディミール・バレンティン、ホームラン率 12.47。
来日1年目の2011年に31本塁打でホームラン王を獲得すると、翌シーズンもホームラン31本でホームラン王、そして圧巻だったのは2013年シーズン。怪我の影響で開幕に間に合わなかったものの、王貞治の持つシーズンホームラン記録を更新するホームラン60本をマーク。そして長打率7割7分9厘も日本プロ野球歴代1位の記録でした。続いて第3位、田淵幸一、ホームラン率 12.40。 キャッチャーとして1試合3連発、巨人戦7打数連続ホームランなど規格外の打撃を披露すると、1972年から1976年までの5年連続でシーズン30本塁打以上を記録し、1975年にはホームラン43本でホームラン王のタイトルを獲得しました。続いて第2位、ラルフ・ブライアント、ホームラン率 11.50。 来日1年目、74試合の出場ながらホームラン34本を記録し、翌年にはチームを優勝に導く4打数連続ホームラン、その後東京ドームの天井スピーカー直撃の認定ホームランなど強烈なインパクトを残すホームランを量産し、日本プロ野球8年間で3度のホームラン王を受賞しました。最後に第1位、王貞治、ホームラン率 10.65。 やはり1位は世界のホームラン王。代名詞ともなっている一本足打法で13年連続を含む15度のホームラン王獲得という異次元の成績を残しています。40歳で引退となりますが、最終年も30本のホームランを放ち、積み上げたホームラン数868本は今後塗り替えられることのない不滅の記録なのではないでしょうか。一定以上の実力を備え、移籍してくる外国人選手が多くランクインする結果となりましたが、その中でも日本でキャリアをスタートさせ、ランクインした選手はさすがです。今回惜しくもランキング外となりましたが、11位は清原和博でホームラン率 14.88、12位は落合博満で 14.95 でした。2021年シーズン、佐藤輝明がルーキーイヤーからホームラン数を積み重ねています。今後どんな選手のどんなホームランが見られるのかにも注目してプロ野球を見ていきましょう。それでは今回の動画がいいと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。